皆さんこんにちは、シンです。今ですね、ホームページ普通に作成したときに、ここの、ページズホームページって打ってやっと自分の出力したい画面が出てくるんですけども、まあ、ルートが設定してくださいって言われた時ですね、いわゆる これをなしで、ね、ある意味これをなしで、まあ、このページを設定するっていうホーム画面みたいなやつを設定の仕方です。それでルーティングの設定ってやつを見ると大体まあ書いてるんで、それを読みながらやればまあいいと思いますね。はい、じゃあ行きましょう。これですね、まさにこの画面上で今表示したやつをバッと出しましょう。ってことです。それはどうやってやってるかというと、これ見ればわかるようにですね。これですね。ルートというなんとかってやつを使いましょうって書いてるんで、これそのコピーしてですね。どこに行ってかというとですね、コンフィグファイルのルートの、それから RD ってやつを開きましょう。まず書いてますからね。開きます。どこにあるかというと、これですね、コンフィグファイルの、ルートの RB です。RB って Ruby っていうんですね。Ruby が開きます。で、ここに開かれて、これをですね、この get を使わないで、こっちのルートってやつを使いましょう。で、今、これはそのままコピーしてきたんで、使うのこっちですね。だからこれをそのままコピーして、X の、これを入れましょう。はい。で、入れました。これは公文的なところ。はい、でこれを貼り替えました。失礼します。こうすると、何を期待するかというと、このトップページのところをこれを取り除いた時にも全く同じのが出れば成功ですね。はい、じゃあリフレッシュします。まあ、保存したかな。なってません。ホームページコントローラーキーオンルートディフィニションプリーズチェックイワルート、あ、いいですね、これ英語版が出てた、これを、コピーしましょう。リセンドイワルート、あ、これだけでいいみたいですね。僕もなんかそうじゃないかなと思ってたんですけど、はい、なんか矢印マークいらなかったですね。じゃあこれをどんな感じだったかというと、あ、これ全然違いますね。これでいいわけですね。はい。ここ関係ないんで、しましょう。はい、これで大丈夫です。OK です。ほい。はい。はい。じゃあこれで、これでれば OK です。な、やったい。ページ数やページ数やページ数、あ、同じことがあります。ちょっと